コープスパーティー BR、 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、脱出するためにいろいろと回っているところですけど、ここなんだ。用務員室、扉は模型のようにがっちりと固定され、開けることはできません。部屋の中からつけっぱにされたテレビのノイズ音が聞こえます。テレビのノイズ音って怖いよね。床に書き置きが残されています。姉様、私はもう限界です。切断された足首の剣から血が止まりません。せめて姉様は生き延びてください。私の調べたことをここに記しておきます。記して。一つ、この校舎の外へと面している窓や扉、壁などは動かすことも壊すこともできませんが、廊下側の教室の窓など、内にあるそれらにはある程度の影響を与えることができる。二つ、校舎内の至るところにいる霊魂、それらには聖者と同じで良き者と悪しき者とがいる。穏やかで優しい心の魂は静かに青く、光を灯しています。しかし悪い性質の魂は血のように赤い炎のような色を宿しています。ほう、あんま近づかない方がいいのか、赤いやつには。半分白骨化した遺体が床に横たわっています。名札つけていません。不自由をたっぷり吸い込んだ制服や腐乱している髪の毛の長さから女性との泣き殻のようです。フランス体か、やだね。てかめっちゃ死んでんな。この BGM ちょっとびっくりするんだよな。4の A、 扉は空間に固定されており動きません。なんかやばそうな部屋があるよ。扉は釘で打ち付けてあり開きそうにありません。何人も立ち入りを禁ず。校長がね、書いてんのね。頭が割れる。ゆず葉の遺体を見つけたとき、私、わお、そっちで書くな。大きな黒い影を見てしまった。そのことをみんなに言わなかったから、みんなそいつに殺された。ごめん、みんな。ごめん。なんだ、ごめんって。そっから下は、おびただしい血が付着していて読めません。ああ、書いてる途中にやられたのか。違うか。書き終わった後に、中高生くらいの大きさの人骨が床に横たわっています。よく見ると名札があります。ああ、これがあれか、レントか。この、なんか急に BGM が入る感じ、やだな。とりあえずこれ戻ればいいのかな？戻るしかないよね。他は多分見たし、一旦ここで戻ろう。そろそろセーブポイントが欲しいんだけどな。こっち行って。てか、いつでもセーブできるようなポイントっていうのが全然ないからさ。ハエの音遅くない？ここか。夜の色気を使う。これで、うわ、なんかついてきとる。なんだ、やるか。やらないらしい。どうしようかな。こっちはいけない、こっちもいけない。手前男子用かわや。おお、じゃあ手前から行く。うわ、きったな。強烈なアンモニア臭が立ち込めています。掃除してないんだろう。わあ、これは怖えな。うえ、なんだ。起きるな。杉田智和。何、今の。本当に聞こえたのか、幻聴なのか、わからなくなってきたよ。錆びたバケツの中にはウジ虫が大量に巻いた何かの日課が入れてあります。やだな。ここも絶対開けるなって言われるじゃん。扉が開きません。あら？
あれ、ここじゃあ何なの？ん？ねえナオミ、ん？お尻の薬持ってない？塗るやつ。お尻の薬？あんたまた？最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。これ俺どうしたらいいの？待ってりゃいいの？階段とか。あれ？そうだよね、妹ちゃんだよね。こっち？私はまずいよね。あ、まずいか。オッケーオッケー、連れてこようか。おい、塗った食ったか？よくないだろ、お前。お待たせー。妹の。薬ありがとう、ナオミ。はい、握手。握手はしない。あれ、あそこ開いたの？ん？さっき、あそこの扉、開かなかったような気がするんだけど。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、セイコ、それより、今外で、ゆかちゃんの声が聞こえたの。多分下の階。本当？行ってみようか。うん。握手に対して何も突っ込んでくれなかったね。うん。おい、なんだ。大丈夫か？これだけ探しても出口らしき場所は見つからないし、足首もう限界かも。どこ行けばいいんだ。どっか行ける場所なんかあるかな。ここは入るとあんまり良くない気がするもんな。こっち側行ってみる。あ、ここってさ、入れる？理科室。ここ。ごめんごめんごめん。この先お前たちを待つ運命は過酷だ。こっからは別のセーブデータに分けて記録しておくといい。一つのセーブデータに運命を上書きするとやり直しが効かなくなる。可能性を、繋ぐのは生き残りの基本だ。うわ、すごい。あれだ、007みたいな消え方したな。え、分けたいんだけどさ、セーブポイントがねえんだよ。保健室。あ、ここは、そうだ、鍵持ってんだ。あ、セーブ、セーブがある。分ける？まあでも、ここまでは別に、選択肢もクソもないだろ。ないから別に大丈夫でしょう。人体解剖図が壁に貼ってあります。よく見ると内臓の絵の一つ一つに本物の血をなすりつけて色を塗った跡があります。最悪すぎる。でもこんな赤くないんだよな、血って。石鹸で手を洗おう。
石鹸か。石鹸あるかな。棚の中に血のついたハサミ。あー、これは中には薬剤の瓶などが整然と並んでいます。白い棚の中にはアルコールなどの薬品の瓶が並んでいます。これ持ってった方がいいんじゃない。なんか敵的なものが出てきたらこう投げつけて。喉乾いたな。古いストーブがあります。中に灰が大量に溜まっていて火はつきそうにありません。これなんかできたりしないのかな。そばにマッチがあります。取りますか。あー、これセーブあれじゃん。できるやつじゃない。もう一回セーブしとこうか。あとどれだ。これとか調べてない。意外とホコリっぽくないね、ベッド。何、寝ようとしてる。本当だ、よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん、じゃあちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに。隅っこの方が落ち着くんだ、私。あはは、わかる、私もそうだよ。俺はどこでも構わんな。まあわからんでもないけどな。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん、すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。あ、机とか調べてないな。ん、よしよし。板切れと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。よし、完璧。どう。すごい楽。セイコ、ありがとう。どういたしまして。また、あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うぷぷぷぷ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ。似てるな、二人。ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといると、なんか普通にいつもの格好で喋ってるみたいだよ。ありがとう。考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって、ここにいなければよかったのにって。心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。叶わないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。謝れるうちに謝っといた方がいいと思うけどな。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。なんかあれだな、美坂美琴と白井黒子みたいな。意味わかんない。お兄ちゃん。またゆかちゃんの声聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。でも
せっかくだし、もう少し休んでなよ。うん。わかったわ。本当に楽になった。さすがだな、聖子。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あと、すごい胸。すまん、見えなくて。もう、可愛いんだから。母性本能がくすぐられとる。余裕あるよね、今は。絶対なくなるだろうけど。お、そろそろ行くかい。この辺見ときたいんだよね。机の上に古い日記帳が置いてあります。模型のように机の上に固定されていて、手に取ることはできません。おー、ガッチガチになってんだ。一緒か。これで？どうして鍵まで閉めてるの？え？よく見ると鍵は外したままになっています。嘘、鍵かかってないのに開かない。分断された。なんか受けてる。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。何の話だ。誰？何？出れないのか。出れないよな。セーブ職？なんか頭が痛いな。耳鳴りがする。耳鳴り。うわぁ、笑うとる。壁にたくさんの黒い髪の毛が絡まっています。あ、これ髪の毛なのか。どうしよう。マッチか。マッチかな。人の気配。ボールペンで書き殴る音。あれか、ここか。あれ、何何何。さっちゃん、迎えに来てくれたの。何これ。なんだこれ。逃げなきゃ。逃げ。おお。ちょ。やべ。ちょっと待って待って。積んだ。黒い霧のようなものが体中に絡みついてきます。このまま取り込まれると危険です。危険ですか。ちょっと待ってくれ。ここ無理だよな。開かない。何よこの髪の毛。やだ。マッチを使いますか。使います。燃える髪って。火力は弱く、思うように髪の毛を燃やすことはできません。あー、絶対アルコールだ。ちょっと待って。危ねえ。ちょっと待って、操作しづらいんだよこのゲーム。取ります。ここがさ、てかあいつ積んでんだよな。めっちゃ書いとるけど。ほら、よしよしじゃない、全然よし。普通に通過できるんだな。アルコール瓶使います。めちゃくちゃ危ねえと思うけどなこれ。
強烈な悪臭を漂わせながら髪の毛はボロボロに焼き切れ、扉が開きました。よし、状態じゃないんだよ。住んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきた。マジ大丈夫だった？なんとかあの部屋もう近寄らない方がいいわ。そうよかった、とりあえず無事で。じゃあそろそろ行こっか。立てる？ええ。でも行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。あ、やばい。また、私。もう、無理だよ、きっと。疲れた。また、子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて。私たち明日は朝一でカットの予約入れてるし、午後からほら一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。分かってても止められない時ってあるよな。止めなきゃ。ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。何がそう楽しいの？ん？ん？なんか、ずっと笑ってる。元気づけようとしてくれるって、してくれてるって、分かってんだろうけどな。そうかな。このまま、本当に出られなかったら、どうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて、子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。席を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感はそれと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりしてすごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違うよ。いなくなった人が大事だから。何かしたくて、苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。
私のバカ。聖子のお母さん、数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人って、そう考えるものじゃないかな。あんたのところは、どうか知らないけど。普通は、そんなおめでたい考え方、できないよ。ナオミ。ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が、効率いいかもしれないし。そんな。そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ！お父さんやユウたちに心配かけたくないよ！私が悪いんだから、謝んなきゃ。それなのに、ナオミにそんな言い方されたら。いや、これは謝ろうや。聖子、ごめん、私。私こそ、ごめん。ナオミがそうしたいのなら、私行くね。何やってんのよ、私。これ、どっち選んでも、うわ、めっちゃ入ってる。どっち選んでも、なんだろうな。本当は分かってた。聖子の優しい、私を励まそうって思い。でもこの時の私にはあの子の明るさが眩しすぎたんだ。うわ、これ別れたことで。この異空間に拉致されたものの中でも、まだ幸運だったはずの、同じ次元に存在することができた、私たち二人は、簡単に、喧嘩別れをしてしまった。この、些細な私の意地っ張りが、大きな後悔を招くことになるのは、その後、すぐのことだった。うーわ、死ぬじゃん。ナオミー、バカ。はい、ということで、これ一旦区切りましょうか。辛いよな。ここでセーブできないな。セーブしたいんだけどな。はい、ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。